MSDA 級装甲換は、オスマン帝国海軍の装甲艦の艦級である。本級の原型となったイギリス装甲艦、スルタン。本級は、オスマン帝国海軍が、自国の沿岸防衛のために、イギリスのテムズ造船所に2隻を発注した装甲艦である。本級は、同時期に、イギリス海軍が発注した装甲艦、スルタンの改良型として設計された。 同造船所は、本級の建造実績をもとに、総工艦、アレキサンドラを建造した。二番艦は当初は、メムドヒドと命名されたが、建造途中に即位した、アブリィールハミト2世にちなみ、ハミディエと改名されたが、完成前に、ロト戦争が勃発したことにより、イギリスに接収されて、シュパーブとして収益したために、 オスマン帝国が取得したのはメスディエのみとなってしまった。本級の原型となったイギリス総交換、スルタンの武装と総甲配置図。スルタンの1861年型マークス2 2 5 4トル前装填、総点炭装砲本級の船体の基本形状は列強の総交換と同じく艦首水面下に昇格を持つ平ら、甲板型船体上に。 三本のマストの間に二本煙突が立つ当時の一般的な装甲艦の形態である。船体内部の砲角には主砲のアームストロング射八百六十一年型マークスツー二十五点四センチメートル前装典炭装砲を炭装砲がで片弦六機ずつ計十二機を配置していた。少ない門数で異界を広く取るために本級の原則部は 上部から見て八角形状となっており、壁面が斜めとなる箇所に訪門を開け、片弦6箇所の計12箇所の訪門が開けられた。手法の旋回は、方画が床面に線状に埋め込まれたレール上を移動することにより、広い社会を得ており、敵対位置により自在に訪門を選べた。本級の走行は、鉄製で、水線部に末端部に百二からリメートル。 中央部に厚さ 305mm 装甲を張った。八角柱型の方角部の内平坦部は 305mm。四隅の部分は 254mm 装甲が張られた。機関区と弾薬庫を守るボックス下出るには 254mm の装甲板を張っていた。近代化改装後のメスリーエ。1873年にテムズ造船所にて寄港。 1874年浸水。1875年春光、春工、1903年イタリアで近代化改装実施。第一次世界大戦中の1914年12月13日に、ダーダネルス海峡にて、イギリス海軍ミ級潜水艦 B11 の来撃を受け、魚雷一本の命中により撃沈。1873年に、テムズ造船所にて、寄港。 1874年浸水。1875年11月16日浸水。完成前に、ロト戦争が勃発したことにより、イギリスに接収されて、シュパー部として1880年11月15日、竣工、1906年に除籍後、解体処分。ありがとうございます。